大塚古墳は、福岡県加保郡桂川町寿命に存在する古墳で、5つの色彩で彩られた壁画が、石室内ほぼ全面に施されていることで知られている。日本の特別史跡。1934年9月30日に、再度工事中に前方部が削られ、横穴式石室の全室右壁隅が開口し、偶然発見されたもので、6世紀中頃に作られたと、 されている。形状は前方公園墳であるが、先の工事によって墳球の半分以上は失われている。福岡県によって調査され、1937年6月15日に国の史跡に指定。1952年3月29日に装飾古墳としては初めて国の特別史跡に指定された。出土遺物は1956年重要文化財に指定され、 京都国立博物館に帰宅されている。失われた部分を完全に復元すると、全長約86メートル、公園部計約56メートル、公園部高約9.5メートル、前方部幅約60メートル、紛糾は二段蓄生で黒色と、シャド色の粘湿度を交互に積み上げ半築状に作り上げている。斜面には、円劇の吹き石が吹かれていて、 円形派輪も確認されている。二重の集合が巡らされている。現在、石室は完全に密閉されて保存されており、通常は見学することはできないが、春と秋の年に回一般に公開されている。大塚古墳の最大の特徴は、石室のほぼ全面に施された壁画である。描かれている図像は馬、弓、盾、刀、弓などの他装脚臨場文。 わらび手文、三角文、円文などの幾何学的文様。2005年7月現在、日本で確認されている装飾古墳の壁画で使われている色は6色あるが、そのうち青を除く5色が使われており、国内最多である。墳球の構造にも特徴があり、黄色土と黒色土を交互に積み上げて作られている。公園部に作られた石室内部は、 横穴式で遺体を収める皇室とその手前に沿道、前室がある。石室の構造で特徴的なのは奥壁の上部に石棚、下部には遺体を収納する石棺その前面に灯明大石が置かれている。原室入り口の上部に小窓を設けている。石棺を覆う岩や形を持ち、干渉には二人を収納する場所が区画され、 頭部を置く2個のくぼみが作られており、石屋型の外にも2個の石枕が置かれているところから、4人の被葬者が埋蔵されたと推定されている。大きさは以下の通り、大塚古墳に描かれている文様には以下の通り、大塚古墳は発見されるまで未発掘の古墳だった。そのため副葬品の大部分が残された状態で発見されている。現存するものは、 すべて国の重要文化財に指定されている。重要文化財指定物件は以下の通り。地形図から復元できる本来の噴球帳は約78メートル193ページ。長谷川清大塚興墳ありがとうございます。